劇場版仮面ライダーガイムと列車戦隊特急ジャーザ・ムービーのゲスト発表記者会見が行われて、元サッカー日本代表中山正史さんが出席をしました。仮面ライダーに、出させていただきまして非常に興奮しました。今もこのベルトをつけながら興奮状態です。 J リーグ創世期から日本のサッカー界を牽引してきた魂のストライカー中山さんと、そして仮面ライダーが夢の共演。中山さんは来月開催のサッカーワールドカップブラジル大会に出場する日本代表へエールを送りました。日本の姿を、これが日本のサッカーなんだ、日本人はこれだけできるんだっていうものをね、見せてもらいたいですね。戦ってほしいです。はい、